斉藤慎太郎は、将棋騎士。畠山人八段門下。騎士番号は286。奈良県奈良市出身。大阪府立桃谷高等学校卒業。愛称は、斉太郎。羽生義春に関する漫画を読んだことで将棋を呼び、職業としてのプロ騎士に興味を持ち始める。二千四年九月、六級で、奨励会に入会。順調に昇級。 商談を続ける。2008年1月、14歳で三段に商談。三段リーグでは、毎回のように商談争いに加わりながら、終盤に崩れて脱落していたが、8期目となる2011年度後期で15勝3敗1位の成績を収め、畑山鎮門下初のプロ四段となった。三段リーグ通算成績は95勝49敗、勝率。 660で、同じ14歳3段、18歳4段商段、発揮在籍の佐藤天彦を上回る勝率である。また、3段時代から、新人王戦と、加古川青龍戦にも参加していた。2012年5月25日、斉藤慎太郎4段商段祝賀会と13、機動艦同情解析35周年記念祭が、盛大に行われた。プロ初勝利は、 第43期新人王戦で、すでに帰戦優勝経験がある、菅井達也から挙げた。順位戦には、第71期より参加。当期は、C 級二組で9勝1敗の好成績を収め、C 級二組の一気抜けに成功。これに伴い、プロ入りから1年に見たぬ間に五段へ昇段した。2015年3月14日、電王戦ファイナルで、 第2回将棋で NO トーナメント5位のエイプリーと二条城で対局。中盤以降優位に立ち、エイプリーに勝利した。2015年度に入り、自己最多の11連勝と好調で、4月23日、第28期竜王ランキング戦5組で決勝進出を決め、4組昇級が確定。前期6組3位での5組昇級と合わせて、 連続2回昇級となり、同日付で6段に昇段した。また、第41期期王戦予選の決勝で、村田健広氏に勝ち本戦に出場。そして、第74期準以前 C 級1組では、9勝1敗2位の成績で B 級2組への昇級を決めた。この1年で、将棋大賞の新人賞及び、勝率1位賞を受賞した。2016年度は、 前年度の成績優秀につき、第66回 NHK 杯将棋トーナメントで、シードとなり、本戦トーナメントに初出場。本戦1回戦では、師匠である、畠山鎮が解説を務める放送で、平藤慎吾に勝利した。2回戦で、順位戦 A 級、18歳名人資格保持者の森内俊幸に勝利したが、3回戦で、佐藤康光に敗北する。 第75期 B 級2組順位戦では、9勝1敗1位の成績を上げ B 級1組への昇級とともに、それに伴う7段昇段を決めた。第88期規制戦決勝トーナメントで、森内敏幸、木村一騎、郷田正隆、糸谷哲郎を破り、羽生義晴への挑戦権を獲得。自身初のタイトル戦となる羽生との5番勝負は1勝3敗に終わり。 タイトル獲得はならなかった。第66期王座戦挑戦者決定トーナメントで、高見大地、久保利明、藤井聡太、渡辺明を破り、中村大地への挑戦権を獲得。10月30日に王座戦5戦目で中村太七を破って3勝2敗とし、初タイトルを獲得。第67期王座戦は、 挑戦者の長瀬拓也から0勝3敗のストレート負けに終わり、タイトルを出刊した。2020年2月13日、第78期順位戦 B 級1組12回戦において、悪土から8段に勝利。同じく3敗で並んでいた、なめ方正治9段と、千田翔太7段が敗れたことにより、2位となることが、確定し A 級への昇級を決め、 A 級1期目となる第79期順位戦は、高成績で推移し、都島正幸に1敗を期したものの最終結果は8勝1敗で、渡辺明,明名人への挑戦権を獲得した。B 級1組からの昇級者が挑戦者となるのは、前期の渡辺に続き2期連続、A 級1期目の騎士が挑戦者となるのは、第75期の稲葉明以来となる。 一師者等でじっくりした将棋を好むと、自身が公言している通り、持ち時間が長い棋戦で才能を発揮する傾向がある。電王戦での二つ目は、超高速の詰めし。斎藤は10歳の時に、畠山賃に、弟子入りしている。その際に、本人から、弟子志願の手紙を出しており、こんな幼い子供の師匠になる自信がないと対応に、急した畠山が、 谷川工事に相談したところ、子供なりに考えて手紙を出したのだから、縁を大事にして引き受けたらいいよ、とアドバイスされ、畠山は弟子入りを引き受けることにしたという。当初、畠山は指導対局を行わないつもりでいたが、斉藤の熱意に押される形で月に2、3回、1年に100局以上のペースでプロ入りまで8年続いたという。2018年度の 第77期順位戦では両者とも B 級一組に所属することとなり、順位戦では27年ぶりとなる指定対決が実現した。勝敗等を詳しくは順位戦の項に記した。月を通り越して愛していると公言するほどの詰将棋愛好家であり、奨励会員時代から詰将棋回答選手権に参加し、第6回で3位、第7回で5位。 第8回第9回で連続優勝とその手腕を発揮している。プロ入り内定直後に行われた第9回の優勝インタビューでは僕の成績というより今年は作品群が素晴らしく素晴らしい作品を解かせていただいて幸せと発言した。第16回詰め将棋回答選手権では第2ラウンドにおいて この大会で優勝した藤井聡太七段より5分早く回答した上に出場者の中で唯一の満点を出し準優勝した。また、作家としても月間爪将棋パラダイス誌で複数回の入選、半期賞の受賞も果たしている。商段規定は将棋の段級を参照。竜王戦と順位戦のクラスは将棋騎士の在籍クラスを参照。ありがとうございます。